このチャンネルはタイの日経フォワーダー HPS トレードの提供でお送りしています。どうもこんにちは、井野です。本日は ATA カルネについて解説をしていきたいと思います。通関業者の方はカルネという言葉を耳にしたことがあるかもしれませんが、一般的にはあまり馴染みのない単語かもしれません。 ATA カルネについてどのようなものかを知っておくと、これは普通の輸出入するのではなく、カルネを使ってみてはどうかと思いつくチャンスがあると思います。それでは行ってみましょう。まず ATA カルネとは何でしょうか。 ATA とは一時輸入を意味するフランス語と英語の頭文字を組み合わせたものです。 ATA 条約という一時輸入のための通関条約があり、カルネとはフランス語で手帳を意味します。つまり手帳に記載された品物を有効期限内に再輸出することを条件とした一時輸入するための通関手帳のことです。 ATA カルネの一時輸入は、職業用具、商品見本などの品物を海外へ一時的に持ち込む場合に、外国の税関で免税の一時輸入通関が簡単にできることを指します。例えば検査に使う高額な機械をハンドキャリーで他の国に持っていくとします。この場合、自社の機械なのに持って帰るときに高い税金がかかっては困るときに、 ATA カルネを使用すれば税金はかからず、スムーズに輸入できるようになります。一般的に輸入の手続きには関税や消費税が発生します。その通関手続きを簡略化できる書類が ATA カルネなのです。日本から他国に輸出し、その品物が戻ってくるときのように一往復で使用する場合もありますが、日本から A 国に行き、次に B 国へ輸出され、また C 国に輸出されるように、品物が転々としていくときにも使用が可能です。カルネには ATA カルネと SCC カルネがあります。 ATA カルネは世界主要国約100カ国が加盟しており、加盟国の間で一時輸入する際に使用します。 SCC カルネは台湾と日本の2カ国で使用できます。ATA カルネを利用する場合は、日本商事仲裁協約という輸入税を保障してくれる社団法人に ATA カルネを発給してもらいます。この協会に品物を登録し、 ATA カルネの申請発給がされれば、税関にこの ATA カルネを提出することで輸出入の申告ができ、期間内の輸出入であれば免税されます。 ATA カルネの申請には発行手数料がかかります。それ以外にも担保の提供や担保措置料の支払いが必要です。担保を提供することで免税を受けることができるので、期限内に再輸出ができず輸入税がかかる場合は、この協会が代わりに支払いをしてくれます。一時輸入に便利な ATA カルネですが、カルネが認められる用途というのは決まっています。展示会、国際的な催し、国際会議、職業用具、商品見本市、1年以内に日本に品物が戻ってくること、持ち込もうとする国が ATA 条約に加盟していること、また使えない条約もあります。日本へ持ち帰らないもの、輸出時と形状、性質が変化するもの、消耗品や食品、価格が0円のもの、修理や加工を施すもの、各国の法律で輸出入不可のもの、大型掘削機など自然破壊に通ずるもの、利用するためには基準を満たしているか、使えない条約に入っていないかを確認しましょう。それではカルネ申請の流れを見ていきましょう。まずカルネを使用できる国なのか、使用できる品物なのかを日本商事仲裁協会に連絡をして確認します。また日本商事仲裁協会のホームページから申請します。会員の仮登録をします。登録の申請書と印鑑証明などを協会へ送ると、カルネ電子申請システムの通知書が簡易書き留めで送られてきます。オンラインでカルネの申請をします。審査が完了すると、発給予定日と発給料金の連絡があります。料金を振り込めばカルネが発給されて送付されてきます。ここで発行手数料についてご案内をしておきます。発行手数料は 14,000円からで、それに加え担保提供が求められます。担保料または担保措置料と呼ばれるものです。担保料は品物代の 30% ぐらいが多いですが、品物が高額な場合は担保措置料として品物1000万円につき約3000円となっており、国や品物表の総額によって料金が違います。実際使うときは ATA カルネを税関に提出し、税関から輸入許可の記載をもらいます。食用用具などを携帯して持っていくときは、カルネ使用者の方が税関に提出し、別に品物を送る場合は通関業者が税関に ATA カルネを提出し、通関手続きをします。 ATA カルネを使い終えたら、カルネを日本商事仲裁協会へ返納すると、担保料のみが返還されます。いかがだったでしょうか。今回は ATA カルネについて解説をしてきました。 ATA カルネは再輸出することを前提に、一時輸入の時に免税できる制度のことです。カルネは輸出入をする前に申請準備をしなければなりませんが、実際の輸出入の際には通関書類の準備が必要なく、輸入税がかかりません。簡単に免税できる制度なので、うまく活用していきましょう。日本商事仲裁協会のホームページも申請方法や活用方法の動画を公開していますので、概要欄にリンクを貼っておきます。
今回の動画がためになったという方はチャンネル登録、いいね、SNS でシェアを何卒よろしくお願いいたします。今回以上になります。どうもありがとうございました。このチャンネルでは貿易や国際物流に関することをできるだけ詳しく解説しています。貿易のお仕事に興味のある方や、すでに貿易のお仕事をされている方たちのために参考になればと思い更新をしています。また企業様の新人研修や貿易研修などにご利用いただけますと幸いです。そしてタイの物流は飯野さんまでお問い合わせください。チャンネル登録、高評価、コメントなどをいただけますと、これから更新していく励みになりますので、何卒よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。